藤松銀長は、音玉氏の名跡。現在は秋名跡となっている。初代、戦火の門下で、養母、福寿、後に、藤松銀長になる。信頼浮かれ武士で売る。活躍時期は、天保の末から明治10年代。本名不詳。12月から1908年9月7日、父は二代目、ネズミ遊亭鉄線で、兄は三代目、流亭左楽。他にも兄弟には、 歌舞伎役者の中村柊五郎、中村鶴若がいる。4歳で天然痘で失明。元は初代同様に信んないので、12歳で兄の左楽の門下になり左木八1886年に新内で京橋金沢邸で二代目襲名したという。三味線戦の他に木琴、太鼓、鼓などを並べ曲弾きし、歌ったりと鮮やかな芸だったという。 六代目、三遊亭演唱によると、芸は、上手いというより達者という方で、三味線もねじめが良いというわけでないが、講座に愛嬌があったという。SP レコードは、膝繰り毛やじきた、両国八景、とっちりとんと,とと一、浮かれ不死とと一、浮かれ騒ぎ、呼吸の音入り一言こと等を、英国グラム本から出されている。本名は、高山九次郎。 3月から1985年6月7日2代目、同様に7歳で病気で失明。1907年頃に3代目、竜亭炎路の門下で、道丸、明治末期に2代目三遊亭を炎遊の門下で、小頭吹きを経て1912年に3代目議員長を襲名。1952年には7代目、ド,ドイツ棒戦火を受称したが、正式な襲名がなされておらず。 古豪ではあるが実績はなく、正当派路線の席には置かず戦後はほとんど講座に上がっていない。わずかな特殊な回に主演するのみだった。名席の襲名は関係者のみが認めている珍しい、礼。とドイツを演じていた。ありがとうございます。